都内で新たに判明した感染者は1242人で、19日連続で1週間前の同じ曜日を下回りました。ただ小池知事は、医療非常事態の危機は去っていないとして、行動制限の緩和に慎重な姿勢を示しています。都内で新たに判明した感染者は1242人、重症者は243人で、昨日から8人減りました。また40代の女性1人を含む合わせて15人の男女の死亡も確認されました。そんな中、今日田村厚生労働大臣は、延長された緊急事態宣言の解除の見通しについて言及しました。順調にこの感染新規感染が減っていけば、9月の終わり頃には多くの地域でですね、措置の解除ができる水準まで下がってくるというような、そういうこともですね、見えてきているわけであります。行動制限の緩和方針については、将来に向けて国民に一定の方向性を示すことが重要だと述べました。しかし、緩和中に感染状況が悪化すれば取りやめる可能性もあるとし、海外の事例や実証実験の結果を踏まえて具体的な内容を決定すると説明しました。一方、小池知事は東京都の行動制限の緩和に慎重な姿勢を示しています。医療非常事態という状況はですね、この危機というのは未だ去っていないと、そのことについては皆さんと認識を共有していきたいと思います。これからの社会経済活動との両立というのは、いかにこの感染を抑えることとバランスを取っていくかというのは極めて重要な課題であります。東京都の制限緩和の実施時期について、小池知事は1日でも早い方がいいと述べながらも、感染状況やワクチン接種の状況など複数の要素を踏まえて判断する考えを示しました。まさに総合的に進めていく中において、どのような方法が考えられるかを検討するのは当然のことだと思います。ただそれをですね、しっかり検討する中において、間違ったメッセージに捉えられないような工夫が必要になってきますので。東京都は今後の飲食店の制限緩和について、感染症対策を徹底しているとして認証した9万店を対象に営業の再開を検討していく方針です。